かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。全てを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものを。は、父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあればきっと。ペルセウス、妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。うん、新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。戦った、どう考えてもおかしいのか。まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。あ、人がいる。すみません。武器を向けるってことは敵ですか？戦うしかないですよね。橋場軍も見当たらない。一体何が起きているんだ。あれは一体何ですか？あんなの見たことも聞いたこともありません。なんだあいつら。マイ、あの服装。それは例の連中の仲間だ。初めて見る顔だが、やはりあいつらの仲間だな。あいつ、誰のことだ。オスタール、とぼけおって。力ずくで追い払うまでよ。マイ、俺たちの主は強い。てめえらでもかなわねえよ。強き主か。新入り、おかずに突っ込んだ。言われなくても分かっています。お前たち橋場軍ではないだろう。どこの軍の者だ。まだとぼけるか。あっちの世界の連中め。あっちの世界。オスタール、マイ、味方の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。もしかして橋場の同盟軍でしょうか。落ち着いてください、母上。それにして様子が変です。なんという武勇。俺の腕見せてやる。これで勝ったと思うなよ。おやおや、騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですな。大方、例の連中の仲間だろう。
父上に手を煩わせるまでもない。マイ、あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。私たち道に迷ってしまいました。ここはどこなんですか？この世界に来たばかりか。いや、敵の言うことを鵜呑みにはできない。悪いな、排除させてもらうぞ。オスタール、この勝負次に預けるぞ。ほう、ただの雑魚ではなさそうだな。この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ迫力。あ、はい、あれが敵の総大将でしょう。そのようだな。気を緩めるなよ、シンニビ。ここまでですぞ。これより先へは行かせませぬ。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ち塞がるも戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか？いやいや、敵の言うことなど信じられませぬな。神宮のやつだ。マイボーも死ぬ。貴様ら、俺と戦え。なみなみならぬ気迫。相手にとって不足なし。本田平八郎忠勝がお相手いたす。マイボー、マイボザコではない。これぞ無双ぞ。そなたこそ敵ながら見事。この者と戦う感覚どこかで。田中さんの感覚、あんな人がいるなんて。あっ、私なんかの偉そうに分析しちゃってすみません。させたいようだ。
奴は追ってきていないようですね。あの凄まじい力は一体、とても常人とは思えません。見たことがない建物や不思議な服装の敵も気になります。私たちどこに迷い込んでしまったんでしょう。それを判断するには材料が少なすぎる。十分に注意を払いつつ周囲の状況を探らん。それにしてもあの男どこかで。この先何が起こるかわからん。そんな状況であればこそ己が武器を確かめ備えておくべきやもしれんな。